メガネロックへの東京一人語り。さあ始まりました、メガネロックへの東京一人語り。パーソナリティは私、県出身で現在東京でフリーのピン芸人として活動しております、メガネロック大家でございます。この番組は大都会東京へ口先一つで乗り込んだ沖縄芸人の一人語り。コロナ、不況、揺れ動く時代、それがどうした、メガネロック大家が聞かせる本年の東京笑い物語が始まります。ということで、第32回の放送です。よろしくお願いします。一瞬喉に何かが来て戻ってったので一瞬変な声になりましたけど現在朝起きてすぐ撮ってるんですけどもね、無事私5月4日で29歳になりました。ありがとうございます。29歳、いろんな目標がありますけど、まあその事務所入るとか、いろんなお金払わない D ライブに呼ばれるようになるとか、あと単独ライブが9月に控えてますから、それの成功とかね、まあ、いろいろ思うんですけど、まあこの東京一人語りもね、ちょっとぜひ地上波の方に何かしらの形でもいいんでいけたらなと思ってまして、特にほら同じポッドキャスト枠でやってる秋のりのハエバルバンバンという番組がですね、第5日曜日に、流れてるというのは僕も聞いてて知ってますから、ハエバルバンバン一リスナーとしてバルバン聞いてますからね。バルバンがこう言ってるわけです、同じお笑い枠で言うと。だからもう僕もどうにかちょっとね、ないと思いますけど、第6日曜日とか第6日曜日絶対ないけどどっかの何かのタイミングでね、なんかちょっと流していただけるように、地上波に行けるように、1年、まあ、その目標がもう設定して頑張っていこうかなと思うんで、皆様もぜひこの番組面白いよとかっていうのね、拡散とか、あと、いいねみたいなやつとか、チャンネル登録とかダウンロードとかね、バンバンやってもらえると、一歩ずつ近づくと思うんで、ぜひぜひ、今年も29の僕をよろしくお願いいたします。オープニングトークが総括という感じになりましたけど、今週もメールテーマ募集しております。ありがたいことにいただいております。今週のメールテーマ、プレゼントでございます。まあね、僕が誕生日だったんで、まあ皆さんは誕生日ね、プレゼントもらったり、まあ人にあげたりっていうのは あると思います。今年で言うと僕は、お財布を友達からいただきまして、嬉しかったですね、お財布。人からもらう財布はいいって言いますから、自分で買うよりね。で、緑のやついただきましてね。で、あと、もうその主流になってきてますけど、LINE ギフトですか？スタバいただいたり、ローソンとかファミマで使える1000円分、500円分の、チケットもらったりとかね。本当にでも、ダントツスタバですよね、あれね。いや、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。500円と700円。あと、デザート付きのやつみたいなね。ちょっとした食べ物も食べれる券とかも一緒に送ってくれて。でさ、俺、スタバ、行くは行くけど、高い注文したことないのよ、スタバで。いつも500円ちょっとで収まるね。スターバックスラテってやつとか、あとコーヒーとかしか飲んだことなかったから。で、本当に半年に一回贅沢で、キャラメル、マキアトじゃない、なんだっけ、ダークモカチップフラペチーノとかって頼むぐらいだったから、700円分のドリンクチケットもらったら、僕が飲みたいやつ、ダークモカチップフラペチーノください。一番大きいサイズでグランデでくださいって言った時に、店員さんが、あと数百円分余ってるんですけど、みたいな。なんか、乗せますかみたいな。カスタムできますっていうのよ。トッピングじゃなくてもうカスタムっていうさ、あそこ。急に沖縄っぽくなったけど。わからんわけよ、マジであれ。何をしたらいいかがわからないから。じゃあ生クリーム乗せてくださいとか。じゃあコーヒー多めで、ミルク多めで、みたいな。で、やるけど、なんかうまいやつわかんないから、俺一時期なんだよ、ネイバーまとめってサイトがあった時は、もう多分ネイバーまとめないでしょ、あるのかな、まだ。スタバ店員がおすすめする、カスタム何選みたいなやつ見ながら注文してたからね。で、あれさ、なんかあれ見ながら注文すると、それ見ながら注文してる人って思われるのもちょっと恥ずかしいから、なんか慣れてる感じで言う練習ちょっとしてから来たからね、スタバとか。もうそれぐらい怖かった。いや、でもありがたいですよ。で、それで言うと、今年、
誕生日おめでとうってきた LINE の数ね、まあ、他の SNS でも一応誕生日迎えましたって言わせてもらって、いいねとかね、コメントいただいたりしたんですけど、僕のところに直で届いた LINE の数が、去年よりだいぶ減ってまして、年を取るとやっぱりそういうのって来にくくなるもんなのかなという、ちょっと寂しさも感じまして。うん。送ってくれた方ありがたいんですけど、結構その、みんな、送ってきてくれなかったですね。寂しかったな。去年送ってきてくれた人も送ってくれなかったりとか、あと、地味にショックだったのが、バドミントンクラブっていう LINE グループがありまして。で、そこには、沖縄の先輩のコキザミンディアのサーネンさんとか、すっとこどっこいのプーキーさん、きんぴらごぼうのタイガさんとかね、で、オゼの秋山さんとか、オリジンのね、そうそうたる、沖縄のね、芸人、芸能界隈の方々がやってる、まあ、その、バドミントンのクラブがあるわけですよ。1、2の大臣さんとかもいる。で、そこって、ま、7、8名でみんなで毎回集まってやってて、もう今、沖縄じゃないから参加できてないですけど、それを発足した時から、誕生日の人がいたら、誰かが、誕生日おめでとうございますって書いたら、みんながおめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとうって書いてくのがあるのよ。で、もう沖縄からね、離れちゃったから、なかなかそのグループラインでコメントする機会もないんだけど、基本お誕生日おめでとうの時ぐらいしかコメントする機会ないわけも。僕とかも。で、今年僕の誕生日、そのバドミントンクラブの LINE グループ動かなかったんですよ。誰もおめでとうくれなかったんですよ。それがね、寂しくて寂しくて。でもなんかちょっと気づいてほしい気持ちがあるからさ、ツイッターとかさ、誕生日の人ってプロフィール画面に風船が飛ぶんですよ。で、それはもう誕生日の人しか出ないエフェクトというか、仕様になってて。でもその、大々的に言うのもあれだから、風船が飛ぶ瞬間のね、まあ、その、プロフィールのページ開いたら飛ぶんだけど、プロフィールのページ開く前に画面録画のボタンを押して、プロフィール開いて、風船が飛ぶっていう画像を、ちょっと編集して、インスタに載せたんです。何にも言わずに、コメントとかストーリーとか載せずに、ストーリーにコメント載せずに載せて、いや、僕誕生日ですよってアピールしたんですよ。気づいてほしくて。おめでとうが欲しくて。ね？承認欲求の塊だから。おめでとう言ってほしくて。やったのに、一個も来なかったんです。マジで、まだ遅くないから、誰かこれ聞いてる人いたら俺におめでとう送ってください。LINE ギフトとかで送って、お誕生日おめでとうって送った芸人仲間とか知り合いの人にも、送ったのよ、俺前は。見返り求めてるわけじゃないよ。見返り求めてるわけじゃないんだけど、送ってて俺のターンで来ないはちょっとなんか切なくない？忘れられてんのかなっていう、なんか、もうこの人の LINE の中で俺はもうその、お誕生日の人のチェックがつく前のどんどん下の方に埋もれてんだなって思いながらちょっと切ない思いをするっていう。いや、ありましたけどね。いや、嬉しいです。ありがとうございます。皆さん。祝ってくださって。そう。先週ね、メール収録した後に届いちゃったやつで、麦さんからね、お誕生日おめでとうございますと。誕生日、私は1月生まれなので、タルトタタンというケーキ食べてましたっていう。もうすごい羨ましい。タルトタタン食べてたっていう。俺今年の誕生日何食ったっけな。今年の誕生日は錦糸町の町中華でエビチャーハン食べてました。なんかもう、その友達と出かけようってなって、俺誕生日、一応予定入れてたけど、埋まんなかったから、ギリギリで空いてる人を連絡して、一緒に行ってきたの、友達と。で、浅草行こうってなってさ、浅草行ったらさ、死ぬほど人多いのよ。やっぱもうゴールデンウィークだし、観光シーズンだし、もうコロナもだいぶ緩和されて、その、外人の人めちゃくちゃ多かったし、何もできんかった。もう、すっごい列並んでるしさ。で、歩いて、その東京空町っていう、スカイツリーのとこ行こうと思ったんだけど、もう浅草からまあ近いのよね。10分15分で着くんだけど、もうその道のりが分かるぐらいずっと人だかりの列がね、人だかりというか大勢の人がそこに向かって移動するわけよ。移動してる時点で絶対入れないじゃんっていうもう気持ちになりながら。
移動してって。で、案の定人いっぱいしててさ。で、地図見てさ、ここだよなって、こう、街のさ、道に大きい地図の置かれてるじゃん。あれ見ながら、ここだよなって見てたらさ、俺、スカイツリーよりもさ、そのスカイツリーと反対側の方にあるさ、あの、タバコと塩の博物館っていうミスマッチな、その博物館があったのよ。ここ超行きたいわと思いながら、無事、空町から、中には入らず電車に乗り込んで、錦糸町に一駅が、隣が錦糸町なんで、錦糸町でご飯食べて帰るっていうのをやりましたね。いや、もう本当にありがたい誕生日でしたよ。ということで今日は皆さんからプレゼントというお題で募集しております。まずは、米山さんからツイッターでいただいてますね。メガネっ子の。私30歳の誕生日に30歳の誕生日だった時、8個下の当時の彼氏が頑張って働いてくれたお金で iPod を買ってくれてプレゼントしてくれましたと。わあ、めっちゃいい iPod。去年の誕生日は私の地元まで1時間以上かかるのにわざわざ、友達が来てくれてプレゼントとしてごちそう振る舞ってくれた。いいですね。こう、好きな人とこう過ごす時間っていうのが一番楽しいですからね、やっぱりね。いいな。iPod いいな。俺だからさ、この、何が欲しいですかって、このためにね、そのお客さんとかファンの方から言われた時に、素直に答えることができないのよ。欲しいのはあるよ。でも、俺の欲しいのはさ、そのお金がなくて買えないやつなのよ。だから、それをねだるのもなと思うじゃない。だから、それこそ俺がちょこちょこ言ってるポメラとかさ、結構すんのよ。3、4万とかすんのよ。それ、何が欲しいんですかって聞いて、ポメラですって言うほどがめつくはないからさ。もう本当に。で、そのアマゾン欲しいものリストとかも作るぐらいの勇気もないからさ。でもあった方が助かるんだろうね、お客さん的にはね。いやいやいや。ナミさんありがとうございます。そして、ピオさんからいただきました。東京のお母さんになれたらいいなという。久しぶりでございますね。こんにちは。私の宝物にもなっているプレゼント。それは大家さんからのお手紙です。一通ずつファイルに入れて文面が見えるように保存しています。時々見返して、初めてライブに行った時のこと、R1 間近で見てドキドキしたこととか思い出してます。大家さんの熱い気持ちもあれば、私のことを気を使う言葉もあったり、いつもとっても嬉しいです。ありがとうございます。大切にしますねといただきました。ありがとうございます。いやいや、もう僕はご予約いただいた、お取り置きくれた、ライブ見に来てくれたお客さんには、一筆書くという、お手紙を書くっていうサービスという、サービスじゃないけど、気持ちをやってまして。まあそれなんでやってるかっていうと、やっぱりその俺の気持ちをうまく伝えられなかったり、人見知りの方もね、お客様やっぱりいたりするから、ちゃんとその方にお話とかでね、伝えたりもするんですけど、出待ち禁止とか、そういうのがいろいろあったりするから、もう僕は、まあその他の人もやってなかったし、お手紙っていう形でお取り置きくれたらありがとうございます。こうで、みたいな全部その、文章を書いてお渡しするっていうのをしてるんです、もう今も。それで、もう、ピョーさん結構毎回来てくれるから、もう何枚ぐらい ?2、30枚ぐらいあるんじゃないかな。毎回その、R1 間近だったらさ、R1 に対するここら辺とか、お願いしますって言ったら、ピョーさんはもう、その手紙全部持ってきてくれて、それで、客席で、こう、見て、浮かれ、みたいな感じで思ってくれてたりとか。すごいありがたいですね。いや、これはもう、来てくれる皆様がいないと成り立たない職業ですから、僕らは。本当に僕も本当にお手紙はもう男女関係なく年齢関係なく書いてますんでね、皆様もぜひ東京に来る機会とかがあればお取り置きいただければお手紙お書きしますんでよろしくお願いします。ピオさんありがとうございます。そして久々に来たな、ラジオネームちょろい米フレさん。いつもね僕のライブ来てくださって差し入れでお米くれるんですよ。米フレさんとの話もあるんですけど、お先ちょっとメッセージから紹介しますね。とある人のプレゼントにまつわる話を。その人は美容にこだわっていたようで、お肌ツルツル、髪の毛サラサラ。そんなその人にファンのような人ができて、〇〇ちゃんって本当に綺麗で可愛いよねと言われていた。ある時、そのファンの子が、今度〇〇ちゃんにプレゼント持っていくねと言われた子は、嬉しさ半分、なんで急にプレゼントをとちょっとざわついた気持ち半分。そして何日か経ちファンの子が、〇〇ちゃん、はい、これ約束のプレゼント。イラストなどがプリントされた透明の袋にリボンが付けられたものを差し出すファンの子。本当に持ってきてくれたんだ。嬉しい。
プリントされたイラストの間から見えたもの、それは全部試供品だったのです。全部いいものだからねとまっすぐな目で言われた時には引きずった笑顔しかできなかったようです。もらったその人はお金をかけなきゃいけないってわけじゃないけど、いくらなんでもと後でぼやいていました。ちなみにその試供品の使い心地全部微妙だったとのことです。ありがとうございます。これわかるわ。試供品ね、なんか嬉しいけどっていうね、そのお金なんだろう、その変な言い方だけど、もらった時に金額が心配になるやつはあったりするのよ。こんなん僕にいいんですかみたいなね。いいんですか本当に、ってなるやつあるけど、そのあまりにも金額がかからなさすぎてるやつの方がより気になるよね。その試供品とか、どういうこと、在庫処分で渡してきてるみたいな、家にあるいらないものを渡してきてんの私にみたいな、下手したらこの袋代より金かかってないよねこれってやつね。いや、まあもらえないよりか全然嬉しいですけど、試供品はな、ちょっとその、いやいや、なんかもう一番もらって嫌な、なんかその業者とかさ、そのお店とかでもらうには嬉しい3文字じゃない、試供品って。でもこういう時にもらう3文字の試供品嫌よね。いや、わかるわ。いや、でももらえるだけマシですよね。おめでとうって言われるだけありがたいですよというのをね。心に響かせながら、でも試供品かってなりますよね。ありがとうございます。いや、米フレさんね、この間、ライブで来てくださって。で、いつも2キロのお米と、お酒とか、あと缶のお魚さん、イワシ缶とかさ、サバ缶みたいなのをいろいろくださるんですよ、差し入れで。で、本当に、僕はもう、ちょろい米フレさんのおかげで、生きていけてるようなものであって、今。もう体の半分ちょろい米フレさんでできてるって言っても過言じゃないぐらい、それぐらい支えられてるんです、食事的には。で、その米フレさんがこの間誕生日おめでとうって言ってくれて、そのお米をくれた後にね、で誕生日おめでとうつって、ちょっと大きめの巾着出してきて、でありがとうこれプレゼントって言ってくれて、嬉しいじゃないですか。いいんですか、ありがとうございますつって、中見てごらんって言われて、パッて中開けたらちっちゃいお米入ってた。いや、ちっちゃいお米じゃないですかつったらさ、その話ができたでしょみたいな。やりますね米フレさんつって。いや、すごいいい面白い方ですよ米フレさんは、マジで。いやー、もうどうにかここで喋れるエピソードもできましたから。ありがとうございます米フレさん。皆様もこんな感じでね、メッセージを送っていただければなと思います。メールアドレスはメガネ69@rokinawa.co.jp、 すべて小文字 megane 数字69@rokinawa.co.jp、 そしてツイッターからはハッシュタグつぶやきの最後にハッシュタグ東京一人語り、東京、そして独身の毒に語るで一人語りとなっておりますので、皆様ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。また来週のテーマは、決まり次第発表しますので、ツイッターなどでチェックして送っていただければなと思います。今週もお付き合いありがとうございます。さあ、エンディングでございます。まあ、告知といたしましては、まあ、来週まで久しぶりにライブがないので、一週間ぐらいライブないんですよ。一週間ぐらい開くのが久しぶりというか、まあ、来週月曜日にワンコイン投票ライブっていうのが阿佐ヶ谷であったりとか、あと大きいライブで言うと、26日だったかな、ボスダルライブっていう、26、いや違うや、23だ、20が日曜日、21が月曜日に、ちょっと後で言います。ボスダルライブという月に1回出てるライブがあるんですけど、そこで勝てると、いい生活がかかってるライブなんで、ぜひそちらは配信からも投票できるんで、よかったらボスダルライブ購入してください。そして、6月は10またね、代々木実験をせっていう主催ライブもありますし、単独ライブも控えてます。単独ライブはね、ポスターのチラシのデザイン公開しましたんで、
知り合いのおはこさんというですね、お友達に書いてもらいました。可愛らしいね、あの線のデザイン、シルエットのデザインなんですけど、僕って 100% わかるぐらいのね、いい感じのデザインになってますんで、よかったらぜひツイッター見てチェックしてください。そして YouTube のネタチャンネルも、あの皆様誕生日プレゼントみたいな感じで登録してもらえると嬉しいです。登録、そしてあのネタ見てもらえると嬉しいんでね、よろしくお願いします。不定期で上げてますんでね、そんな感じですかね、今週も。はい、ということで、お付き合いありがとうございました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。それでは皆様、また今夜、バイバーイ。